アウトとなります 出まして内枠の2人の選手が少し競り合うような形でバックスレッチへ向かっていました現在バックスレッチ側では6人の選手が横に並ぶ形で枠なりの体勢でスピードを落としていますグレード3の熱戦札幌ビールカップ最終日ファイナルはエビスビール競争優勝戦です ファイナリストは1号艇川村亮、2号艇は豊田健志郎、3号艇鈴木克博、4号艇小羽てる5号艇飯島明博、6号艇横川聡。以上6人スタートまでは50秒を切りました。1号艇の川村内に構えています。昨日の準優勝戦では0球トップスタート、0球のトップスタートで速攻を決めています。そのインコースに向かって1号艇の川村 この桐生デブデビュー初勝利の水面です2コース2号艇トヨタ今年は優勝5回今シリーズもシリーズ中盤に勝利を量産していましたさらに3号艇鈴木勝博3コースに構えますダッシュ3艇枠成4号艇小馬5号艇飯島とここは歴戦のキャリアを誇る G1 タイトルホルダー両選手アウトコースこの桐生デビュー初優勝でした横川です枠成3対3 エビ,スビール競争優勝戦スタートが。 切られましたさあ一周一マークへ向かう争いです内は二人は並んでいます第一弾マークインコースから1号艇川村が回る2号艇豊田の差しが決まるか1マークを旋回しましたさあ内が2号艇豊田外が1号艇の川村この両選手が優勝争いかアウトコース側では三艇審査鈴木が3番手3号艇鈴木外内から4号艇小馬と5号艇飯島並んで上がってきたバックストレッチを通過2マークでは競り合っています1号艇川村が外2号艇豊田さらに内 1から3号艇鈴木鈴木が差して上がってきました。トップ逆転しました。3号艇鈴木克洋1号艇川村が2番手です。 スタートは正常3番1番の体制になりました先頭2番手は愛知の両選手ですが激しいトップ争いから3号手鈴木が抜け出していますそして1号手の河村は2番手先頭2番手長田が3点審査になりました後ろは切れていまして4号手の小馬5号手飯島3番手争い内が4号手小馬外は5号手の飯島このうちへ2号手の豊田が切り返していく3番手か。 第2マーク3号艇鈴木1号艇河村とターンする2号艇の豊田が先前3番手4号艇小場差し返して内は5号艇の飯島さらにアウトコースから6号艇横川という体勢で最終周回先頭2番手は愛知ワンツー体勢で3号艇鈴木1号艇河村の順あとは3艇並んだ3番手争いが激戦です。 第一タ千回、外が2号艇豊田中は5号艇の飯島内は4号艇小鳩三3艇接戦3番手争い先頭2番手は3番1番31は23.0倍3連単ですと31に47.7314は87.2315は64.4ラストタンマーク3号艇鈴木1号艇川村そして三つどもえの3番手争いは2号艇豊田か3号艇鈴木勝広30回目の優勝五塁続いて1号艇川村が2着で3着は2号艇豊田。 小雅と5号艇飯島接戦ゴールラスト6号艇横川が入りました恵比寿ビール競争ファイナル優勝戦第12レースでした。